それではあの恒例のですね、あの最初の、お話をしてもらってからあの今日代表に入りたいと思いますので、あの事務局の A 女子にお願いします。皆さん今日はないかなって思いましたけれども忘れてなかったです。よろしくお願いいたします。あのお相撲は好きでしょうか？好きですか？あ、私あまり興味がなかったんですけれども、この間ね優勝された琴奨菊関、あの実は私の住んでる松戸の部屋、佐渡ヶ嶽部屋ですか、なんですね。それで先週の日曜日ですね、先週とかこの間の日曜日にヘドがあったんですよ。ね、ニュースもやってましたよね。テレビで。ね、それで私は、ちょっと出かけてて、パレードが2時からだったので、2時から、まあ、あの来てなんかちょっとお話ししてパレードだったんですけれども、あの12時半くらいに帰ってきたので、駅から10分くらいなんですよ、私うちのがね。で結構パラパラっていたんですけど、まあ15分前くらいに行けばいいよって思って行ったら、とんでもない、もう全然見えないし、もう人でもう身動きできないような状態。初めてね、旗持ってたんですけど旗も振れず、握手もできず、顔もこう人の間からこんなちょっと見えたくらいで、でも同じ顔してました。いつもニコニコしてて本当にあのいい感じの方でね。それででもみんなスマホでこう撮ってるから、私背が小さいからスマホのこういうのもあるので見えないんですよね。あの人も高いんですけど、だからスマホ見てたんですけれども、前の人でもあんまり見えなかったんですけれどもね。それでまあすごくて、でもなんか行ってよかったなって誘ったんですけど、僕は興味ないと全然行かなかった。まあ行っても見れなかったから、行ったらきっとブーブー文句言ったと思うんですけど、ね、であのちょっと調べたんですね、琴奨菊関のことを。そしたら彼は結構大変な思いして、なんかすごい長い間かかってやっと優勝、それで大関とかになっても、大関になる前も角番とかが結構あって、大関でも角番があってってね、結構大変で、それで私的なことで言うと、なんか結婚もドタキャンされてるんですよね。今奥さん綺麗な可愛いね奥さんもらってますけれども、なんかだいぶ前にやっぱり私はあの関取の奥さんにはなれないって、ドタキャンされ、もう本当に招待状出すか出さないかあたりでドタキャンされてると。まあ、でもそれでもね、それであとなんかもうやめようかなっていうか、もうやり練習もしたくないと思った時に、なんかその佐渡ヶ嶽部屋のかなんかの、 あの密着かなんかテレビ局が入るっていうんで、じゃあ練習しないわけにいかないということで練習して、でもそれがないと次の場所出れなかったかもしれないぐらい、あのそういうところをくぐり抜けて、まあね、あの優勝されたってことで、それ日本人って久しぶりなんですよね。みんなあの外国のモンゴルの方とかそういう方があったから、うちの母なんかあの白鵬好きなんですけれどもでも本当にね、そういうところでって今テレビにいっぱい出てますけれども、彼も次にやっぱり綱取りの場所だからっていうことで、あの頑張りますって、皆さん応援お願いしましたから、やっぱり行くと応援しようかなって、なので次のね3月場所ですか、ちょっと応援しようかなと思うんですけれども、まああのだから大変な時はね、きっとみんなあるのかなって、でも頑張れば一生懸命やればきっといい時も来るのかなということで、自分自身も励まして、また奥さんも一生懸命なんかよくあのその大関のためにご飯作ったり、そのなんだろう、アスリートフードなんとかっていうのを取ってご飯作ったりね、あんまりあのいませんよね、聞きませんよね、あのなんかお相撲さんの中で、あのよくサッカー選手とか野球選手の奥さんはそういう人聞きますけど、初めて聞いたので、なんか内助の功もなんかマッサージもするって、あの大きな体どうやってマッサージするのかなと思って内助の功も大切なのかななんてちょっと自分を戒めたりして、はい、ということで今日のお話はこのくらいにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。いつも皆さんの聞いていただいて、また拍手までいただいてありがとうございます。で、あの話すときにですね、あのまあ今日はこういう話するみたいなことをこの間言ったんで、まあ逆にどんな話をするのって言って、で昨日かな、でそれはどういうふうに経営に関係あるのってちょっと言ったんですが、あの逆に皆さんに聞いてみたいと思いますが、今の話の中でなんかあの経営とか、まあ、自分自身がこう業績を良くしたり、あの成果を高めるという上で何か役に立つっていう部分はどんな話がありましたちょっと聞いてみたいと思いますが、どうですか今の話の中で。
会えてると。あれでしょうね、はい、あそこの部分ですね、あんまり練習したくなかったけどもテレビが来たから練習したくなかったっていう、はいはい、こう動機づけの要因としてはね、はい、そうですよね。先ほどの先生あれにつながりますよね、はい、あの損得で絡めるのか、はいはい、そういう状況を作り上げれば、そうですよね、こう動くっていうのが一番します、ね、資本はどこから来るかですね。あとは大変な思いをされてこう大関を維持して優勝された、はい、その経緯なんかはやっぱし思いですね。はい、ね、ありがとうございます。しましょう。私は一番思いたのは内助の功が大事だって話ですから、ね。そうですか。はい。あとどうですか。なんかそれ以外にどんなことがありました。今の話でこうなんか自分の活かせるとか、あるいはあこの話は朝礼で話してみようみたいな。僕は直接見に行かれた。ああ。テレビで知ってたけど直接見たことで、はいはい、これは要は非常に露出なのかなと。ああなるほどね。はいはい、そうですよね。直接見る。見せるっていうことですよね。そうですね。うん、思いが違ってくるというところ、うん。そうですよね。だから今まで関心なかったのにそれで関心持って今度は応援しようっていうんですか。だからやっぱりこう会ってみるとかっていうのもすごく大事だということがあるかなと思います。でただ経路はなかなか会えないんでね、それをハガキでやってみましょうということをやってますし、やっぱハガキって結構大きいですよね。ちょっと余談ですが、この間杉田さんってね、愛知から来られた勉強会の見学の方いらっしゃったんですけども、でメールとか出したんですけども、まあ、売りはいけないということで次いらっしゃいますかみたいなのを出さなかったんですけども、ハガキ出したら向こうから電話かかっていて、あすいません、2月と3月は仕事すごく入ったんで行けませんけど、また行かせてもらいますってわざわざ電話くれたんですね。で書いたのは先日わざわざお越しいただきましてありがとうございますだけですよ。だから、そういう形でこう、まあ、コンタクトっておかしいんですけども、まあ、直接見せるっていうんですか、これも大きいことですし、こういうものを一部うまく使ってるのがどこかっていうと、カルディコーヒーっていうところですよね。でカルディコーヒーってご存知ですか。最近割合、出てるところですけども、どっちかというと食品を販売してるところですね。コーヒーがもう売ってるんですよね。であそこは何やるかっていうと、必ずですねどうするかっていうと小さなカップに入れてコーヒーくれるんですよね。そうすると皆さんそれ持ってこう店内ごとうろついて、まあ 100% じゃないんですけどやっぱり買っていくんですね。でああいうのが結局こう財布を開かせる仕組みっていうんですか、ね、そういうものを持ってるということなんで、人間っていうのはやっぱりどうしてもそういう実際行動に移す前に行動を止めるものがあるんですよね。でそういうものをこう取り除いていくのもすごく大事なことになってくるということになりますので、まあ彼らがああいうことやってるものの一つはやっぱり相撲人気を高めていくっていうこともね、当然地元に対する感謝もありますよ。それがあるんですよね。でそこで言えることはどんなことを言えるかっていうと、こういうのはね、インタラクティブケアっていうんですよね。双方向になってるんです。地元の人にこう感謝を述べながら、かつそれで相撲の集客、相撲の人気に高まっているということで、だから皆さんもお客さん顧客対策ということでお客様に好かれ気に入られ喜ばれ忘れられないようにする、スカイ W って言いますけどね、それをうまくこう露出できたらそれも集客になってくるというのがあるんですよね。そういうものの一つかなみたいなことを、今スラシアンさんおっしゃったのを聞きまして、思い出せました。ありがとうございます。拍手しましょう。あとどうですか、もう最後に言っておきたいことないですか。今晩お風呂に入るときね、勉強会でこれ言っといたらよかったってことはないですか。大丈夫ですか。言いたいことはできますよね。それでこれ別にですね、話がどうこうっていうことでやってるんじゃなくて、今日の内容につながっていることなんで、これをお伝えしたいことなんですけども、今日は大きなテーマとして、皆さんのお手元に資料がありますが、計画実践編ということになってきます。そして今までうちの勉強会で皆さんにお話ししていたことは、
まあ、やることをやれば成果はついてくるということなんですね。やることをやれば成果はついてくるということです。でそれが、まあ、今回の資料には書いてませんが、あの前回の資料で申し上げたのは基本と原則ですね。あの基本と原則をやるならばあの成果はついてくる、まあ、そういうことをうちの勉強会で教えているつもりです、ね。でそのことで大事なこと、経営において基本と原則になるものの大きなことは、まあ、いろいろあるんですが、別の角度で言うと商品力と営業力を詰めることなんですよ。というのは経営っていうのは商品力と、また、営業力で出来上がってるんですよね。そして普通は商品から入るんですけど、商品がかかると手間かかるんですよね。だから先に何を教えてるかというと、皆さんにはお客様作りの仕組み、売れるお客様作りの仕組みということで有効コンタクトっていうのを紹介してるわけです。そして商品力を高めるための一つの方法が横シフトなんですね。これ前回お話ししました。だから計画実践編ということで何を実践したらいいかというと、有効コンタクトと横シフトを実践したらいいわけです。そしてあの従業員に何を教えたらいいかというと、これを基本的に教えたらいいんですよね。まずは有効コンタクトを教えるということで、今日従業員ね、あのその都度ハガキを書いてもらうためにどうしたらいいんでしょうかって話がありますけど、こういうことを教えることが大事なんですよ。または経営計画書の中心もこれなんです。でよく言われるのは、あの経営計画書を作りなさいってよく言われます。でもなかなか難しいんですよね。でここで言えることは、先日武田先生もおっしゃってましたが、あの経営計画書、あの財務分析なんかも何があるかというと、投資家向けと銀行向けと従業員向けと社長用って作る必要があるとおっしゃったんですね。会社の財務分析ですよ。で、あのそれと同じように、実は経営計画書も大きく言って3つぐらいあると思います。で1つはあの銀行に出すものですよね。だからあの銀行に出すときですね、よくおっしゃるのは、あの嘘でもいいから作りなさいって言いますよね。ね、計画書ね。で、あのこれはそれらしいものを作るのを教えてくれるとはたくさんあるんですよね。まあたくさんでもそんなないか分かりませんけど、やっぱりそのどういう形で投資して回収するかというその計画が大事なんですよね。でそれも大事なんですが、あのそれ以上、まあ、それと同じぐらいそれ以上大事なのは、ここでいることは経営とは何かなんですね。で経営とはお客様作りということですよね。だからあの経営計画書ってお客様作りの計画書なんですよ、ね。しかし世の中見ると 97% から 98% の経営計画書はお客様作りのない経営計画書なんですよね。だからあの新規でこれだけ売り上げ上げますよと、あるいは粗利これだけ上げますよとね、今期の利益計画はこうですよってあるんですが、じゃあどうやって売り上げ上げるのか、どうやって利益を残すのかっていうのがないんですよね。で、あの税理士さんとかで今言ったように銀行に出すような経営計画書を出すことを教えてくれる人はいるんですけども、じゃあどうやってそれするんですかっていうと、その部分を教えてくれないですよね。というのは経営というのは何かというと、改めて言うとお客様作りということなんですね。まあ一番核の部分はですよ。だからあのお客様作りのことをしっかり挙げてないと、それは、ね、あの経営のことを書いていながら経営のことを書いてない計画書となってきます。で反対にこのお客様作りのやり方、特に中心になるのは有効コンタクトですね。でそれを強めていくことによって初めてどうなるかっていうと、営業力っていうのを強めていくことができるわけです。で営業力といってもよくあるのは、営業マンが何ですか、あのね、もう手立てこうね、口先八丁とかでやるっていうのを営業力という方いらっしゃるんですが、それは戦術的な営業力のことで、どっちかというと販売力っていうことなんですよね。で本当の営業力っていうのは営業の仕組みですよね。お客様作りの仕組み、もしくは維持する仕組みプラス量もあるんです。あの戦略という限りは量もあるんですよね。必勝の数字3倍っていうのを投下する必要があるんです。で、まあ、そういうこと言うとややこしいでしょ。だから簡単にまとめて簡素化っていうんですけどね、まあ、こういうの英語でシンプリファイというそうですけども、簡素化して、まあ、簡単にですね、有効コンタクトと横シフトやってくださいって言ってます。ただし横シフトは商品
力に関係することなんですが、難しいんですよね。だから私10年間東京でランチェスターを教えていて、一位作り一位作りってやってきたんですが、ここから入るとすごい難しいんですよ。ただし有効コンタクトが入っていくとどうなるかというと、学びながら実践できるんですね。成果も変わってるんですよ。だから学びながら実践できて成果も上がる、そういうふうなことも一つの、まあ、やり方として大事じゃないかなと思って、有効コンタクト、まあ、お客様作りの方からメインにしてます。そうするとこの有効コンタクトすることによって営業力が上がるんですね。経営パワーの2つのうちの1つですね。そしてもう一つは商品力アップするためには横シフトが大事だっていうことを言ってるわけなんで、まあ、これを実行したら経営は自然と良くなっていく、成果は後からついてくるということになってくるわけです、ね。そして少し話を戻しまして、経営計画書には3ついるって言ったでしょ。で、1つは銀行用です。2番目は社長用です。自分自身は何をするかっていうことを知ってるためです。で、3番目は従業員用です。だから経営計画書は最もいい従業員の、研修テキストなんですね。で、私はご存知のように、39歳からですね、21年間特に一部上場企業に行って教えてきて、ね、いろんなことを教えてきて、2500回ぐらいセミナーやってきたんですけども、よく言われるんですね、どの研修が一番いいですかと、どのセミナーがいいですかと、ね、それを推薦してくださいって言うんですよ。で、その時にいつも言ってきたのは、一番いい社員研修はこういう言い方しました。経営理念の研修か経営計画書を元にした研修ですよって言ってきたんですよね。で、逆に言えば従業員教育に使えるような経営計画書を作ることが大事だってことです。ただし言ったり、それは3つのもののうちの1つですよ。1つは銀行用、2番目は社長用、3番目はこれは従業員の教育用ですね。これ誰言ってるかというと武田先生が言ってることなんですけど、ね、でもなんか私が言うと結構説得力あるかなっていう感じがねするんですよね。そういうことで話戻して経営っていうのはお客様作りと考えていただいたらいいですし、プラス計画書っていうと、お客様作りの計画ということになってくるわけです。で、それをこれをね実行するっていうことは大事になってきます。で、ちょっとねここでついでなんで言っておきますが、皆さんの資料のところに、仕事の4つのレベルということで、これは原則編で話しましたこと話しました1ページの方ですよね。この上にで、そこに書いてることで、あえて書いたことあるんですよ。経営のとこにお客様作りと書いて、真ん中のとこに有効コンタクト、仕組みがないと頑張っている割に売れないってありますよね。これ仕組み作りの大切さです。そしてでもう一つね、経営という部分でやっぱり財務管理もあるんですね。これもすごく大事なんです。で、大体お客様作りが、まあ、7で、そして財務の方が3ぐらいあると思います。ただし財務の方はやってもそんなに経営変わらないんですよ。特に3億ぐらいの会社だったら財務やってもそんなに変わりません。だから財務コンサルタントという人は3億以下の企業を相手にしないんですよ。なんでかというとお金もらえないからね。というのは財務コンサルタントってどうやってお金もらうかというと、節約することによってお金浮くわけでしょ。そのお金で彼らのフィー料金にしてるわけですから、だから節約しても成果がないとこは手出さないんですよね。というのは3億ぐらいの企業まではどっちかというと財務そんなにいじっても変わらないんですよ、ね。まあ、ただし、ね、週5回ゴルフ毎日社長が行くとかそういうのは別ですよそういうバカなことやったら別ですけども、それ以外のとこは財務でそんなに変わらないんですね。だから武田先生も財務の割合は0.67% っていうねウェイト付けでおっしゃってますよね。ただし私もずっとそれを言ってて気をつけないといけないと思ったのは、だからあんまり財務のことはいいんだと思う方いらっしゃるんですよ。そうすると怖いのは財務で足すくわえる経営者もいらっしゃるんですよね。だからそれも財務の大切さとして覚えていただきたいと思います。だからそこに書いてますが、まあ簡単に書いてますが、会社は
財務で大きく変わらないが財務で足元が救われるってことありますので、その辺とかはぜひね気をつけていただけたらと思いますし、そういった意味でも財務戦略セミナーということで、以前ですね後藤さんという、ね、方をお呼びしまして、財務戦略について皆さんにご説明したところなんですね、そんなことになってきます。ちょっとその辺のところも、大切なポイントだったので覚えておいていただきました。それで話を戻しまして、そういうお客様作りやっていうことが大事なんですが、その中で次に大事なのは差別化っていうことなんですね。他の人とは違うことをすることが大事なんです。でここでその話の中で僕が一番最初思ったのは、大勢の人がいたって言いますよね。大勢の人がいたって言いました。で僕は基本的に大勢の人がいるのが嫌いなんですよね、はい、大勢の前に立つのは好きですよ大勢の中にワンナム全部でいるのはあんまり好きじゃないんですよね。であのね、あまり深く取らないでほしいんですが、目立たないんですよね大勢の中に言うと。で企業も大事なことはやっぱり目立たないといけないんですよ。で誰に目立つかというと、自分たちのお客さんになってほしい人に目立たないといけないんですよね。でこれも小さな会社とかお店の大切なポイントで、やっぱりお客さん選ばないといけないんですよ。で自分たちの選んだお客さんに対して目立たないといけないということなんです。で逆に競合に目立ってはいけないんですね。あともう一つ目立ってはいけないところがあるんですが、どこかご存知ですか？税務所。そう、わかりますよね。ここに目立っちゃいかんですよ、ね。で、税務所はどうやってですね、見つければわかります？脱税しているところ。いろんな方法あるんですが、一つはですね、彼らいつも聞いてるんですよ。ね、なんでこんな税金取ってるんですか？ね、もっと取るところあるでしょとか言うんですよね。そうすると彼らはどういうかというと、じゃあ教えてくださいって言うんですよね。だから仲間内であまり景気のいい話すると来るんですよね。であるいはあんまり儲かってない地域に会社があると結構来るそうですね。だから私の知ってる方は、ある方は世田谷に会社、ね、移動されたんです。2回税務署来たって言ってましたね。というのは世田谷にそれだけ儲ける会社なかったそうですよね。なるほど、ね、どこの会社が分かるか分かりませんけどもね、だから、はい、今渋谷にある会社ですか？そう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 、ね、だから目立っちゃいかんですよね。特に競合とか、税務署目立っちゃいかんですよ。ただしお客さんに目立たないといけないんですよ。だから先ほど羽鳥さんなんておっしゃったかというと、新しく店舗出すときに看板出すんだけど、目立たないとこに看板出せなかったらこれ意味ないんですよね。でそういうことも出店する上で大事なことになってきます。だから今日は皆さんに考えていただくことで、露出ということでいかにお客さんに目立つかということも考えていく必要があるんですよね。でこういう大勢の人のいるところを何というかというと、これ確率線的地域って言うんですよ。たくさんのお客さんのいるところを確率線的地域って言うんですね。敵がたくさんいるところです。でどっちかというと、弱者、ね、大手の強い企業じゃないところはそういうところで出ない方がいいということですね。別にこれは人混みに行きたくないと言うわけじゃないですよ。で実はその時僕別にやることがあったんですね。それで行かなかっただけなんで、本当はいつももうねツンのようについてってますからね皆さんツンってご存知ですか？西郷さんの犬のことですよ。ああツンっていうそうですね。ツンのように、はい、でツンのようにいつもついてってるんですけどね、はい、久しぶりに行ったかな、はい、だから次のと言ってるんですけども、ちょっとその時別のすることがあったんで行かなかったんですけども、話戻しまして、やっぱ大勢のいるとこは目立たないですよね。だから目立つ場所で市場で経営していくことは大事だということです。でこういうのをこの勉強会では何て言ってるんですか？なんとかスポットって言ってますよね。スイートスポットですよね。一定の需要があって強い敵がなくてまだされないこと、皆さんの資料で言いますと、今まで挙げてきたキーワード全部書いてますが、それがどこに書いてるかというと、ここに書いてますよね。あれ書いてますよね。書いてなかった。2番目ですね。2番目ですよね。そうそう2番目ですね。大事なキーワードなんで2番目に書いてます。一定の需要があって強い敵がいなくて真似されないもの、市場のスイートスポットですね。それを発見して充足していくことが大事だということなんで、そういうのもですね、今の話を聞いて聞きながら覚えてました。でこれは何も
あの力士がパレードするときに行ってはいけないっていう話ではありませんからね。であのちゃんとその辺行っとかないと勘違いする方いますからね。はい、だから温泉の中で、まあ、スイートスポットのことも癒してくださいということです。でもう一つは今言ったように、中小企業とか、あるいはあの、ね、大手企業じゃないところはやっぱ差別化戦略がすごく大事になってきます。で差別化戦略で、まあ、究極の差別化とも個人的に言えるんじゃないかなっていうことを裏に書いてます。でそれが何かっていうと、この裏の上一番上のタイトルを見ていただきますが、サブタイトルです。で最大の差別化は誰にでもできて誰にでもできないことをやっていくということになってきます。分かりやすいのはハガキみたいなケースです。ハガキなんか続けて出すというのは誰でもできることですよね。でも続けて出すというのは誰でもできないことなんです。でそういうことが最終的な差別化になってきます。だからそういう人間力に関わっていくものがどっちかというと差別化につながってくるわけです。でまたはこういう勉強会もそうです。で皆さんも忙しいわけですから、こういう勉強会にこう時間を取るというのはすごく大変なことだと思います。ただしこれ勉強会に出るかどうか別として、やっぱり経営者は、特に中小企業の経営者は1週間に7時間ぐらいはやっぱり経営の勉強するようにというふうに武田先生はおっしゃってます。でこの間の講演会でおっしゃったことで、まあ、いつも武田先生言ってることに近いんですが、大きなお金を使って、ね、そういう、何ですか、大きなビジネスをやってる、大きなビジネスとか大きなお金、お金を持ってる人ほどよく経営のことを勉強してるって言うんですよね。で資本がなくて、どっちかというと資本というよりも人の力で戦わないできない経営者、まあ、どっちが中小企業ですねの方が人の力を高めることを勉強しないって言ってましたよね。それ皮肉だって、皮肉な結果だって言ってました。だからこれいつも勉強してくださいっていうことじゃないですよ。これはバランスがありますので、でこういう勉強するのは社内業務時間ですかね、あのお客様作りの時間、生産性プラスの時間ではありませんので、バランスもありますが、こういう時間も取っていくことも大事なんです。でこれも誰にでもできることなんですが、誰にもできないことなんです。だからそれは何かというと、基本的には繰り返しということです。だから、人間の力を高めようというと、一つ大切な方法は、才能がもともと他の人から比べて、ね、もう飛び出るぐらいだったら別ですけども、それ以外の方法はやっぱり繰り返しやるということなんですね。まあ、継続って言いますが、継続って言うともう言葉だけでダメだっていう方もいらっしゃるんで、繰り返しやることは大事です。でそういう意味では練習ですよね。であのお相撲取りさんなんかすごいのは、すごい練習してるんですよね。だから彼らは何て言うかっていうと、もう体で覚えるって言うんですよね。体で覚えてあります。あるいは最近野球選手で、あれロッテだったと思うんですが、あのスリーポイントっていうのもあるそうですよね。聞いたことありますよ。皆さん野球見なくていいですか。あのスリーポイントって言って、あの3割打ってホームラン、スリーポイントじゃないですよね。なんか去年の流行語で、そうトリプルスーだ、すいません。、はい、時々修正してもらいます。トリプルスリーですね。これよかったら後で調べておきますけども、あのトリプルスリーということで、これ大事なことです。あの打つ方の関係でね。でこれであのすごい成果出した選手がいるんですけども、で彼はそれであの打撃のはすごいんで、今度はあの守備でねうまくやりたいって考えたんです。で守備で考えたのは、彼はあの守備で一つ成果を上げてやる方法として、あのクラブトスってあるそうです。どうするかっていうと、取ったグラブでそのままボールをポスとするんですね。そうそう手間がかからないんで早いんですよ。で彼はどうやって覚えたかっていうと、どうやって覚えたんですかっていうと、とりあえず体で覚えたっていうんですね。あのもう要するに量するんですよ。そうするとあの体でそれができるようになっていくんですよね。で練習もそういうとこあるんです。それでここであの武田先生が僕すごいなと思ったのは、武田先生は教育と訓練って分けたんです。これすごいなと思ったんですね。で教育ってのはどっちかというと頭と心なんですね。で訓練は体なんですよ。書いておきましょうか。
って組んでる。でどっちかっていうと教育っていうのはこっちしかやってないんですね。特に大手さんはこうなんです。でも訓練も結構大事なんですよ。というのは人間の体にこう染み込ませるには実際普段の行動となって、会社とか職場で動いていくようにするにはもう理屈じゃなくて体で覚えることは大事なんですね。ただし体で覚えるといってもどこ使うかといってやっぱり脳を使ってるんですよ。でちょっとこれ脳の話ですね。始まる前に小野口さんと話したんですがちょっと話してまとめますけどね。でこれ人間の脳なんですね。書きながら話したら分かりやすいね。書きながらで人間の脳っていうのは3つの大きな部分に分かれています。でそれが何の話になろうかというとそれがモチベーションとか練習って話になってきますので聞いておいてほしいんです。で人間の脳っていうのはこう人間の頭があるとするでしょ。こう人間の頭ですよね。なんか今日は人間の頭らしいですよね。これでもねあんまり絵が上手じゃないんですけど、そうすると、まず最初にこれ最初の部分があってこれ脳幹っていうんですよね。脳幹っていってここは延髄とかあとは小脳の部分なんですよ。で次はどうなってるか、まあ、本当もうちょっとこうなんですよね。まあ、あんまり正確じゃないけど大体で見ててください。インターネット見たら脳の三階層ってやつ、まあいいですよね。これもうちょっと上ね、こうやってで最後にこう引くんですよ。ちょっと形違いますね。想像でいいですかね。ちょっと見てみましょう。で、一番最初の部分は脳幹って言うんですけども、これはどういう部分かというと我々の本能の部分なんです。でまずは何を見るかというと安全か安全ないかっていうのを情報を見るんですね。まあ、ちなみにここから情報が入っていくんですよね。安全か安全じゃないかっていうことをまず信号は判断するそうです。なんでかというと例えばね皆さんがこう草原歩いててねこうライオンを襲ってくるでしょ。でライオン見ながらねあライオンのたてがみきれいなと思ったら食われますよね。だからまずは安全か安全じゃない方を見るというふうになってるんですよね。そういう人間の脳はできています。そういうふうに見えます。で次は何かっていうと次の部分がですねこの外側2番目の方ね、これが何かっていうとこっちかいっぱいね、これが動物脳という部分です。まあ難しい言葉で言うと大脳辺縁系っていうんですね。でこれが我々の情動、まあ、感情と考えてください。そういうものを取り扱う部署なんです。で一番最初に何考えるかっていうと快不快を決めるそうです。これは自分にあって気持ちいいのかあるいはそうでないのかを決めるわけです。あるいは別の言葉で言うと面倒くさいか面倒くさくないかって考えるんです。というのはこれ大事なことでしょ。例えば皆さんは今日新橋 JR の新橋駅から歩いてこられたとしましたらまっすぐ歩いてくることもできますよね。でもあえてそれを新宿まで歩いて戻ってくることもできるんですよね。でも普通そんなことしないでしょ。なんでかというと面倒くさいからなんですよね。だから無駄なことを避けるために人間の脳は無駄なことをさせないようにするんですよ。でそれがこの動物脳っていうところで大脳辺縁系というところでやってるんですよね。であとここは仲間意識とか所属意識とかそういうことも我々に教えてくれます。でそういうものがあります。ただしもう一つ大きい部分があるんです。でそれが人間脳って言われるものなんです。でここは、何かというと、まあ、理屈を考えるところですよね。理屈を考えるところです。大脳新皮質という部分ですよね。でここがまあ、理屈とかを考えていくところなんですが、言えることはこの本能と情動を誤作動というんですか、それをさせないようにしないとこれ理論働かないんですね。だから多くの人はもうはがき書いてくださいと言うと俺そんな面倒なことやらないと思うんですよ。何かっていうともう動物脳がこれね跳ね返してるんですよね、情報としてね。だから理屈入ってこないんですよ。だからそういう意味ではどっちかというと従業員の人はまだ動物脳で働いてるところあるんで、そういう戦略的なことをやると、例えば店内5カウントってありますね。今日詳しく話しますけど、お店に入っていかに特に飲食とかのお仕事は大事なんですよね。そういうところはお客さんいらっしゃったらお店の中で5カウントいかにするかっていうことがあるわけです。でそういうことって面倒くさいんですよね。
だからまず最初に面倒くさいっていうんで、なんでそういうことをやるのかっていうことをやっぱり理屈で話していかないといけない部分もあるんですよね。でそういうことをやっぱり心で理解してもらう部分があるんで、つまりこういうね教育の部分も必要なんです。あのはがきとか店内ご願とやってもらおうと思うと、そういう何ですか、心の部分というか、なんでそんなことやらないといけないのかっていうことを、理解してもらうことも大事なんです。ただし気をつけないといけないのは、頭で分かってても訓練していないと行動に移していけないんですね。でこの行動訓練、体で動く部分は実はここなんですよ、小脳なんですよ。だからあの小脳は何をで影響してるかっていうと、体の動きとかに働きかけるんですよね。だからさっき言ったあのトリプル A あった選手がこのトスでポッとですねこう投げれるようになったのも何かっていうと、体で覚えてるんです。だからよく相撲で言ってるのは、あれは練習してるから体が覚えていたんでしょうねっていうんです。それも理屈じゃないんですよ、上下反射でやっちゃうんですよね。でそういうのは小脳にかかってくるんです。だからあの教育ってことは大事なんだけど、訓練して体で覚えさせることも大事なんです。でもっと具体的なことで言うと、私最近あの手話をですね覚えてるんですよね。で手話のいくらですねあのやり方を覚えてても実際できないんですよ。なんでかというと訓練してないからです。小脳を覚えてないんですね。だからあの実際スムーズにやっていくためには何が必要かっていうと、小脳でも覚えさせないといけないんです。だからそれをもうちょっと企業寄りの話でしますと、銀行なんかは実はこれちょっとやってるところなんですね、まあ、最近やらなくなったとも言ってますけどね。あの銀行って何やるかというと、まず銀行関係入社した方いらっしゃいます、ね、あの銀行関係でまず最初何やるかというと挨拶の、それもあるんですよね。だからあのお金の稼ぎ方上手でしょ、銀行にいる方ね。でもお金うまく使えるかって別また別ですよねだからこれ何できるかこうできないからね、まあそれできるんです。ありがとうございます。でそれより挨拶なんですよ。だから銀行とかデパート行ったら、もう今デパートとか行ってないか分かんないけど、挨拶の角度の書いたね、そういうこう人間と同じような高さのものになるんですよ。で普通の挨拶は30度、ね、でお買いになる時は40度、特に大切なお客さん45度ってあるんですよね。でそういうのを徹底的にさせるそうです。だから私以前、金融関係にいらっしゃった方に聞くと、もう腰痛になるぐらい挨拶させるって。だから銀行とかデパートに行ったら、よくあの大学生のお嬢さんとかが金融関係とかあるいはデパートに行くと、ご近所の方が、あ、何々ちゃん最近社会人になったからなんか立ち振る舞いが変わってきたわねっていうのは、何かというと体が覚えてるんですよね。つまり小脳に働きかけてる、訓練やるんです。だからその部分が両方大事だということです、そういった意味でこう有効コンタクトも練習必要です、ね、あのだからね、何から聞くと、ハガキ書くの全然平気ですっていう方もいらっしゃるんですけども、だいたい100枚以上書くとなんかトラウマになりますよねそうなんです。もうなんか吐き気が出てくるっていうんですか、ね、もうあの爪に火を灯すようにハガキを書いてるって方ねおられますけど、まあ、そうなんですよね。だから結構あれ大変なんですね。だから練習してるとだんだん上手になっていくっていうのがあります。だから、まあ、これはあの教育の世界であの有名な人の言葉で、皆さんご存知の言葉かわかりませんが、アメリカ開拓当時の思想家でエマーソンっていう方がおられるんですよね。でこの方はこんなこと言ってみます。繰り返すことにより絶やすくなる、それは作業の質が変わるからではなく行う能力が増すからであると、こう言ってみます。繰り返すことにより絶やすくなる、それは作業の質が変わるからではなく行う能力が増すからであると言ってます。まあ、昔はそんなことの資料にも書いてたんですけどね。つまりやりやすくっていうのって、だん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 やりやすくなっていくってことですね。だから何が言えるかっていうと、有効コンタクトを皆さん自身がやったり、あるいはそれを従業員に教えたらどうなるかっていうと、競合はすぐやっても追いつけないってことです。やっぱりそういう面倒くさいことを従業員に教えたりとかやらないといけないですよね。時間かかるんですよ。だからどうなるかっていうと、3年ぐらい、ね、成果が出るのに時間かかると言いますけども、逆に言えば競合はすぐやったとしてもすぐ追いつけないってことですよね。そういうことは言えます。だからそういった意味ではこういうふうにして、まあ、実はこれが全てじゃないんですよね。あのこれが全てじゃないんですけども、あの最大の差別化は誰にでもできて誰にもやらないこと、そういうことをやっていくことが大事だってことです。だから皆さんの会社でもどんなことやってるかって言いますと、おはがきを書くこともそうですし、客先訪問とかそうでしょ。
だからね、朝日さんのところは結構お客さんのところ1週間1回でしたっけ、毎日1回でしたっけ、訪問してるの。あ、1週間に最低1回で、1回ですね、行ってるんですよね、はい、で普通の会社そのことできます？大手は一切やらないですよね。やらないですよね。まず必要性書いてないのにます、ね、プラスやろうと思ってもそういう訓練できてないんですよね。あの1日に何件ぐらい回るんですか、そうすると営業の方は。15件ですね。ですよね。あの15件って普通の営業は回れませんよ、ね、でそういうふうにお客さんに会っていろいろこう人間関係作ったり情報を収集するのも小脳の方なんですよ。体で覚えないといけないんですね。訓練なんですね。だからこういうことが実際の差別化になっていくということになりますので、こういうことは面倒くさいことが分かりませんが、逆に大きな差別化になってくることをちょっと覚えておいていただけたらと、まあ、そんなふうに思いますので、まあ、今回の話の別に打ち合わせしたんじゃないですよちょっとあの聞いて思ったことは、というのはやっぱり成果出してる人は基本とか原則やってるんですよね。でこれもう一度言いますが、皆さんに今から相撲取りになれって言ってるじゃないですかで野球選手になれって言ってるじゃないですよ。ただ一流の人はやっぱり基本と原則やってるということなんですよね。そうそうついてくるということです。そういうことであるわけです。まあ、モチベーション頑張ったら来るということで話していきましょうか。まあ大変な思いがあるからけども頑張っていきましょうということです。あのモチベーションの話は後でまたよかったらしたいと思います。そういった意味で今日は皆さんにですね、有効コンタクトですね、どうやっていただくかということで、話していきたいと思います。で今日は特に裏側ですね。裏側でそれぞれの業界の定番営業パターンがあります、ね。店舗小売飲食業、店舗以外の B2C、B2B でどんな有効コンタクトがあるか、露出があるか、あの露出でちゃんとあるでしょ、どのように目立つかってあるでしょ。でこれをちょっと考える時間差し上げたいと思いますので、そういうことをやるのはこれ書いてるときに面倒くさいと思いがあると思います。何かというと皆さん脳が働いてるんですよね。それはいけないわけじゃないです。でもそれを乗り越えないと実際こうね、こう戦略とか基本とか原則っていうのを行っていくことは難しいか分かりませんので、まあ、そんな観点でちょっと今日はね、最初の話にいい話だったんじゃない、最初のいいから最初の話がねいい話だったんじゃないかなということでこれにつなげておけたらと思います。はい、それではね、それが質問しましょうか。